はいどうも、お茶です。今日はね、真のね、ちょっとテレビ直します。よいしょ。真のローテーション2回目ですね。では、あ、今じゃない2回目じゃなくて1回目ですね。で、今18なんでね、同段かそれより上とね、できたらやりたいです。空もみさんやろ。今フレームから見たら青だったな。あ、やってくれた。これは勝てるでしょ、多分。プレマカラー青だから、まあ、サブキャラで遊んでたりとかしないで、なんだ、カイか。カイがね、これメインキャラだったりしたら、まあ、多分勝てるけど。てか、ランクマ、ほんとカイ多いな。ここの10戦ぐらい、真のランクマの10戦ぐらい、多分全部カイと同キャラっすよ。真かカイかっていう。今の俺が下手だった。体育、くっそ。ここめんどくさいんだよね。多分セバ使ってくるから使ってこない。もうどんどんセバ使ってきていいのにな。俺全然セバーガードできる人間だからさ。しかもファジーガードやってるしさ、俺。それね、割り込みディッパーめんどくさいんだよね。もうこんぐらい話しちゃえば、もう見てから普通にガードできますしね。セバーガードできねえとか言ってる人間大抵 FD 張ってないからさ。今投げ漏れ臭いな。あれですね、まあ、あのディッパー割り込みとか多いんで、そこ気をつけていければいいかなっていう。だからまあ固めてる最中にディッパー読んだりとか、あとここで多分やってこないか。こういう場面でいっぱいやってきそうなんだよな。だからまああんまりこっちから手は出さないで、あっちに対応していく感じで。あとはあれですね、スタンエッジのガトリングで出してくるスタンエッジの場所読んじゃえば、もうエルクで潜ってそのままカウンター取るのも全然ありだし、こことかね。多分今スタンエッジ打とうとしたんでしょうね。ああ、こういうディッパーね、ほんと強いんですよ。新鮮ではマジで機能するんで。無理か。うわー、出なかった。つかリバサって出たのにさ、負けるのか。あの今あれやった、あのライト・ザ・ライトニングやったんですけど、リバサって出たのに負けたよ。うわ、終了された。どうしよう。じゃあもう一戦取りますか。はい、ということでね、なんかもう18段以上探すのめんどくさいんで16段とやることにします。ってことで、相手ミリアですね。あの動画の尺的にね、まあ、勝っても負けても1回でやめようと思います。いや、でも大丈夫か、2回やって、まあ、2回だけ、2回ですね。2先はやんなくて2回戦うってだけで、だからこっち勝ってあっち負けてみたいなとか、まああと俺が2回勝つとか相手が2回勝つとか、それでやめようと思います。え、あ、裏回りになったのか。今バースト読んでガードしてたんですよね。なんですげえビビりました。そこで反のか。ビッグドライバー、最近ツイッターで出回ってた頭悪い人の特徴みたいなので、ピークドライバーっていうシーンが、なんだ、シーンのピークドライバーが出てて、ちょっと笑ったっていう。やばい、負ける。どうでもいいこと話してたら負ける。どうしようかな。負けた原因考えよう。まず捕まえられなかったこと。どこで捕まえるかっていうと、対空とかなんだよな。俺、エルクに立ち回り頼りっぱなしなんで、もうちょっと通常技で立ち回っていくようにしたら多分捕まえれるんですよね。エルクをなんか全部ジャンプで避けられてる感がすごい。まあ、こんな感じで。できればダウン取りたい。んで、このみ、あー、マジか。出なかった。で、バースト読んで、おーっと、遅らせてくる。これ、ガムシャラで勝ってましたね。ガムシャラ出せないんですよね、俺ね。苦手なんですよ、ガムシャラ。あれ結構ガトリングで繋がんないってのがね、
なんかすごい連打早くしないと繋がんないんですよ。だからあんまり好きじゃない。ただのカロリー消費になっちゃうしね、繋がんないと。こう針取るよね、でもね。ブレてどうだ。はい、オッケー、ウイシャツこれで、これも使って画面端まで運んじゃいましょう。減りすぎで、ダウンウイチかけて、リバサの、あれですね、リバサ封じ失敗したけど、あれ立ったんだけどな。オッケー、しっかり見てた。危ない危ない。ちゃんとあれですね、立ち回りで、なんだ、エルクピークに頼らずにしっかりとね。またもう探すのめんどくさいな。もう探すのめんどくさいんだよ。もう今日はね、このなんだ、ちょっと短いかもしれないけど、こんな感じの動画になりました。ではありがとうございます。